トラック競技は男子 200m 競走の決勝です。この種目大会記録は2012年に法政大学の小林くんがマークしました20秒76です。それでは決勝を走る選手の皆さんを例順にご紹介いたします。第1レーン大久保雄平くん、駿台甲府高校山梨。第2レーン根岸典人くん、チームアクセル千葉。第3レーン三田信也くん、 WTFC 埼玉。第4レーン中村圭介くん、チームアクセル千葉。第5レーン小木萌人くん、日本大学千葉。第6レーン小沢雄太くん、順天堂大学千葉。第7レーン和田雄太くん、慶應義塾大学神奈川。第8レーン寺田雄志くん、鳥平 AC 群馬。以上の8名によりまして男子 200m 競走の決勝です。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。